はい、アニメです。よろしくお願いいたします。それでは今回は第61期王位戦挑戦者決定リーグ赤組白組の、まあ、対戦表及びその対戦する順番とあと一部の対局日程決まりましたので速報をやっていきたいと思います。まず赤組から見ていきたいと思います。こちら左に示してあるのが、有志の方が作っていた実力レーティングというもので、まあ豊島竜王名人が1900点台前半、永瀬二冠も、まあ、同じぐらいと。で、佐々木五段は1800点台前半、鈴木九段1600点台後半、そして佐藤七段1500点台後半、本田五段が1600点台後半という感じで、こちら書いてあるんですが、まあ、ちなみに、プロ棋士の平均の実力レーティングっていうのは1500点台中盤ぐらいということで、やはり、ずば抜けた人たちが集まっているなという感じがいたします。で、豊島竜名人は1回戦で本田五段、棋王挑戦を決めた本田五段、そして2回戦が佐藤七段、3回戦で永瀬二冠と、まあおそらく赤組の挑戦者争い、豊島竜名人と永瀬二冠がまず争って、そこに佐々木五段と本田五段がどこまで食らいついてこれるかなというところになるかなと思うんですが、その意味でもこの1回戦の豊島竜名人対本田五段戦非常に大事になるかなと思います。そして3回戦永瀬二冠対豊島竜王名人の豪華二冠対決で、4回戦鈴木九段対豊島竜王名人で、5回戦佐々木五段対豊島竜王名人ですね。まあ佐々木五段も各棋戦でまんべんなく、かなりいいところまで来ているということで、まあ、5回戦この佐々木五段戦が豊島竜王名人にとって、もしかしたら挑戦者決定戦になる、ごめんなさい、リーグ優勝決定戦になる可能性も十分あるかなと思います。そして永瀬二冠も見てみたいと思います。1回戦は鈴木九段、まあ癖のあるベテランということで、特に鈴木九段は永瀬二冠のまあ師匠のような存在ということで、非常にこう永瀬二冠ももう少し若い頃は鈴木九段にかなり将棋を教わっていたようです。まあ、ということでお互い手の内を知り尽くした間柄ということで、まあレーティング的には永瀬二冠の勝率がまあ 7割以上、8割ぐらいという感じなんですが、何が起こってもおかしくないなというところですね。そして2回戦佐々木五段戦、こちらもまあ本当にどっちが勝ってもおかしくないぐらいの白昼した戦いになってくるかなと思います。そして3回戦豊島竜王名人ということで、まあ、永瀬二冠にとってはやっぱり1回戦から3回戦まで本当に厳しい相手続くので、そこを乗り切れるかどうかっていうのが優勝に向けて大きな鍵を握ってくるかなと思います。そして5回戦の本田五段戦もね、非常に大事ですね。まあ、ということでちょっと赤組は豊島竜王名人、永瀬二冠、佐々木五段、そして本田五段とちょっと優勝候補目白押しで、誰が勝つか全くわからないんですが、まあ、ちょっとね、まあ1回戦2回戦あたりの様子を見てからじゃないとわからないなというところですね。まあ、ちなみに本田五段は実力レーティング今1600点台後半ぐらいという感じになっているんですが、もうおそらく実質まだ、プロになったばかりで対局数が少なくてレーティングが伸びていないというだけなんで、まあ、実質1800点台ぐらいはあると見て間違いないと思います。ということで、赤組の方は1900点台が2人、そして1800点台が実質2人ということで、本当に、とんでもなくレベルの高い争いになってますね。続きまして白組見ていきたいと思います。こちらはまあ、タイトル通算100期を狙う羽生九段、そして最年少タイトルを狙う藤井七段と、まあ、スター棋士が目白押しな形になっているんですが、まあ、A 級昇級を決めた菅井七段とか、この辺もちょっと鍵を握ってきそうな気がいたします。まあ、個人的には、まあ、レーティング的に藤井七段が一番高いですし、勢いも安定感もずば抜けているので、やっぱり藤井七段が、優勝争い筆頭になってきて、まあ、それを羽生九段と菅井七段が追いかけるという状況になってくるんじゃないかなと思っております。まあ、ちなみに 1回戦からいきなり2月18日羽生九段対藤井七段戦が実現いたします。まあ、本当にこれが白組の鍵を握る対局になると思います。まあ、個人的にはちょっと、まあ、羽生九段のタイトル通算100期もう本当に早く見てみたいなという気持ちなので、まあ、ちょっとまあ本当はいつも藤井七段応援してるんですが、まあ、この対局になってしまうと、まあやっぱり年齢的にも羽生九段を応援したいなという気持ちですね。
あと、バレンタインデー2月14日に稲葉八段対、安倍七段の対局も組まれております。こちらも結構大事な対局になるんじゃないかなというところですね。ということで、せっかくなんでちょっと白組、藤井七段の優勝確率少し見ていきたいなと思っております。まず1回戦、羽生九段戦。こちらは、レーティング1900点台前半対1800点台前半という戦いということで、まあ、藤井七段の勝率が、6割から7割ぐらいという形になると思います。羽生九段としても、タイトル通算100期に向けて負けられない戦いが続きますので、本当に死に物狂いという感じで、来ると思うので、まあ、ちょっとレーティング差以上にかなり白昼した戦いになるんじゃないかなと思っております。羽生九段としては1回戦藤井七段戦に勝てれば、かなり展望が開けてきますね。まあ、2回戦安倍七段、3回戦稲葉八段、そして4回戦上村五段と、いずれも羽生九段の方がレーティング高いですので、まあ、もし1回戦藤井七段に勝てれば、その4回戦まで4連勝で、さーっと行ってしまう可能性も十分あるかなと思います。で、その場合は5回戦の菅井七段戦が鍵になります。まあ、羽生九段と菅井七段、レーティング的にほとんど変わらなくて、で菅井七段は現在10勝1敗で A 級昇級を決めて勢いに乗っている状況。で羽生九段は A 級でようやく残留を決めてほっとしている状況ということで、勢い的にはちょっと菅井七段の方が上なんですが、まあ、そこは、羽生九段の長年の経験でカバーして、できれば5戦全勝で白組優勝を決めて、で赤組からも非常に厳しい相手が勝ち上がってくるとは思うんですが、まあ、羽生九段前期永瀬二冠にも勝ってますんで、十分チャンスあると思います。でぜひ木村王位との熱い7番勝負期待したいなというところですね。まあ仮に羽生九段対木村王位という対局になってしまうと、これまた私どちらも大好きなんで、どちら応援していいかわからないんですが、やっぱりタイトル通算100期がかかっているという分、羽生九段を応援していきたいなと思っております。はい、ということで、その羽生九段の最大のライバルになるであろう藤井七段のその優勝の確率など少し導いていきたいなと思います。まず、羽生九段戦は先ほども言いましたが、まあ勝率まあだいたい6割から7割ぐらいになるかなと思います。そして次2回戦ですね。上村五段戦は勝率、こちらレーティングが400点差ぐらいあると、だいたいその高い方が勝率9割超えると言われてますんで、まあ9割以上ぐらいになるかなというところですね。そして3回戦菅井七段戦、まあ、こちらも非常に厄介な相手ではあるんですが、まあ直近の戦いでも藤井七段が、素晴らしい内容で勝ってますので、まあこちらも藤井七段有利かなというところですね。レーティング的に見ても勝率、まあ、6割から7割というところかなと思います。そして4回戦稲葉八段戦、稲葉八段も A 級で本当にすごいところで戦っているんですが、なんと藤井七段とレーティング差が200点もついているということで、まあ、それだけでも、まあ、A 級棋士にこう200点差をつけていて、で豊島竜王名人や永瀬二冠とほとんど変わらない、あるいはそれ以上のレーティングを持っていることから、いかに藤井七段がすごい才能を持っている17歳なのかっていうのがお分かりいただけるかなと思います。まあ、ということで、こちらの勝率はまあ藤井七段が7割から8割ぐらいという状況になっております。で5回戦、安倍七段戦、安倍七段も本当に実力の高い棋士で、まあ、各棋戦安定感ある勝ち方をしているんですが、まあそうですね、300点差ということで勝率8割から9割ぐらい期待勝率あるかなというところですね。ということで、まあざっと見て藤井七段の白組優勝確率、まあ6割から7割は少なく見積もってもあるかなというところなんですが、そこに羽生九段や菅井七段がどれだけ絡んでくるか、で稲葉八段が A 級の意地を見せてくるかどうか、あるいは、ダークホース上村五段安倍七段が、なんか勢いに乗って駆け抜けるか、まあ、そういった戦いになるかなと思っております。はい、ということで、こちらですね、対戦表決まりましたが、皆さんの感想もぜひ聞かせていただきたいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。